第17課1番学生は旅行に行きます。何をしてはいけませんか例皆さん、明日から旅行に行きます。パスポートや切符は大切ですから、なくさないでください。ホテルの部屋は禁煙ですから、部屋でタバコを吸わないでください。それから、夜は一人で出かけないでください。 わ、えー、かりました 1> 1皆さん今から飛行機に乗ります乗ってから10分ぐらいコンピューターや携帯電話を使わないでください危ないですから立たないでくださいそれからトイレも行かないでくださいはい10分ぐらいですね 二、皆さん、ここは有名な美術館です。ここの絵や写真は大切ですから、触らないでください。先生、写真を撮ってもいいですかいいえ、写真も撮らないでください。はい、わかりました。3. 皆さん、ここは国の図書館です。大切な本がたくさんあります。 今から入りますが、飲み物や食べ物はカバンの中に入れてください。図書館の中で出さないでください。入れましたかシ中で話さないでくださいよ。みんな本を読んでいますから。はい。はい、じゃ入りましょう。2番、女の人は何と言いますか 例<レ>佐藤さん、風はどうですかもう大丈夫ですかええ、パクさんありがとうございます。昨日はテニスをしました。え、テニス大丈夫ですかはい、もう元気ですから。え、<A S 2> 心配しないでください。B 心配してはいけません C 心配しません一、パクさん、お仕事はどうですか忙しいです。毎日残業ですそうですか。大変ですね A 週末は休まないでください B 週末はゆっくり休んでください。C、週末は仕事をしてもいいですよ。2、パクさん、来月国へ帰りますね。ええ、もう少し日本にいたいですが残念です。一緒にいろいろなところへ行ってお酒を飲みましたね。ええ、楽しかったです。パクさんはお酒が好きですね。 でも、体は大切ですから。A. たくさん飲みましょう。B. たくさん飲んでくださいね。C. たくさん飲まないでくださいね。3. パクさん、もう国に荷物を送りましたかええ、もう送りました。 パクさん、手紙をくださいね。それから…何ですか私、来年韓国へ行きます。パクさんに会って話したいですから。A. 日本語を忘れないでくださいね。B. 私を覚えてくださいね。C. 日本を思い出してくださいね。 3番サントスさんはどうして行きませんかレイサントスさん、もう12時ですね。昼ご飯を食べに行きませんかすみません。このレポートを1時までにブラジルに送らなければなりません。そうですか。後で行きます。いつものレストランですね。ええ、じゃ。1, 1 サントスさん、日曜日サッカーを見に行きませんかうーん、行きたいですが、日曜日は国から妻の両親が来ますから。ダメですかええ、空港へ迎えに行かなければなりません。そうですか、残念です。また今度お願いします。2. サントスさん、週末にスキーに行きませんかマリアさんも一緒に。 スキーですか。いいですね。でも来週の月曜日からヨーロッパへ出張しなければなりません。行きたいですが。そうですか。残念です。4番サントスさんは病院へ行きました。何をしなければなりませんか。レイサントスさん ここに住所と名前を書いてください。それからこの質問を読んで答えを書いてください。あの、すみません。私は漢字がわかりません。あ、じゃあ書かなくてもいいです。私が質問を読みますから答えをお願いします。一、サントさん、どうぞ。はい。こちらで服を脱いでください。 はい。あの、下着も脱ぎますか。いいえ、下着は脱がなくてもいいです。上のシャツだけ脱いでください。2, 2あの、この薬はいつ飲みますか。白い薬は朝、昼、晩の3回。赤い薬は朝と晩だけ飲んでください。昼は飲まなくてもいいです。はい。3 すみません。明日も来なければなりませんかいいえ、明日は来なくてもいいです。来週来てください。来週も健康保険証を持ってこなければなりませんかいいえ、今月は持ってこなくてもいいです。来月持ってきてください。第17課1番。 学生は旅行に行きます何をしてはいけませんか例皆さん明日から旅行に行きますパスポートや切符は大切ですからなくさないでくださいホテルの部屋は禁煙ですから部屋でタバコを吸わないでくださいそれから夜は一人で出かけないでくださいえぇ、ー、わかりました 1. 1皆さん、今から飛行機に乗ります。乗ってから10分ぐらいコンピューターや携帯電話を使わないでください。危ないですから、立たないでください。それから、トイレも行かないでください。はい、10分ぐらいですね。2. 皆さん、 ここは有名な美術館です。ここの絵や写真は大切ですから、触らないでください。先生、写真を撮ってもいいですかいいえ、写真も撮らないでください。はい、わかりました。<S 3, 3. <S 皆さん、ここは国の図書館です。大切な本がたくさんあります。今から入りますが、 飲み物や食べ物はカバンの中に入れてください。図書館の中で出さないでください。入れましたかシ中で話さないでくださいよ。みんな本を読んでいますから。はい。はい、じゃ貼りましょう。2番。女の人は何と言いますか例。 佐藤さん、風はどうですかもう大丈夫ですかええ、パクさん、ありがとうございます。昨日はテニスをしました。え、テニス大丈夫ですかはい、もう元気ですから。え、<A S 2> 心配しないでください。B. 心配してはいけません。 C. 心配しません。一、パクさん、お仕事はどうですか忙しいです。毎日残業です。そうですか。大変ですね。A. 週末は休まないでください。B. 週末はゆっくり休んでください。 C 週末は仕事をしてもいいですよ2パクさん来月国へ帰りますねええもう少し日本にいたいですが残念です一緒にいろいろなところへ行ってお酒を飲みましたねええ楽しかったですパクさんはお酒が好きですねでも体は大切ですから A たくさん飲みましょう B たくさん飲んでくださいね C たくさん飲まないでくださいね3パクさんもう国に荷物を送りましたかええもう送りましたパクさん手紙をくださいねそれから何ですか 私、来年韓国へ行きます。パクさんに会って話したいですから「<A S 1> 日本語を忘れないでくださいね」「B 私を覚えてくださいね」「C 日本を思い出してくださいね」3番 サントスさんはどうして行きませんかレイサントスさん、もう12時ですね。昼ご飯を食べに行きませんかすみません。このレポートを1時までにブラジルに送らなければなりません。そうですか。後で行きます。いつものレストランですね。ええ、じゃ。1サントスさん 日曜日サッカーを見に行きませんかうーん、行きたいですが、日曜日は国から妻の両親が来ますから。ダメですかええ、空港へ迎えに行かなければなりません。そうですか、残念です。また今度お願いします。2. サントスさん、週末にスキーに行きませんかマリアさんも一緒に。 スキーですか。いいですね。でも来週の月曜日からヨーロッパへ出張しなければなりません。行きたいですが。そうですか。残念です。4番サントスさんは病院へ行きました。何をしなければなりませんか。レイ。サントスさん ここに住所と名前を書いてください。それからこの質問を読んで答えを書いてください。あのー、すみません。私は漢字がわかりません。あ、じゃあ書かなくてもいいです。私が質問を読みますから答えをお願いします。一、サントさん、どうぞ。はい。こちらで服を脱いでください。 はい。あの、下着も脱ぎますかいいえ、下着は脱がなくてもいいです。上のシャツだけ脱いでください。2, 2あの、この薬はいつ飲みますか白い薬は朝、昼、晩の3回。赤い薬は朝と晩だけ飲んでください。昼は飲まなくてもいいです。はい。3 すみません、明日も来なければなりませんかいいえ、明日は来なくてもいいです。来週来てください。来週も健康保険証を持って来なければなりませんかいいえ、今月は持って来なくてもいいです。来月持ってきてください。